おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの小倉瀬エピソード2やっていきたいと思います。なんかタイトル画面がね、色合いが違うね。これもこの色合いもまたかっこいいね。さあ、前回のお話はこれで一旦おしまいみたいな感じで、さくらちゃんの声が実っておしまいになりました。でエピソード2はまたこの小倉瀬集団が別の人の依頼を引き受けるってことだと思うんですが、なんか前回の終わりにこう怪しい人がね、こう小倉瀬の邪魔をしようとする人が現れた感じでしたよね。さあそれがどういう風にお話に関わってくるのか楽しみでございます。それでは初めから、またカンタ君体育館裏にいるよ。はっ、謎の気配。怖い。気味悪いね。誰かに見られてるよ絶対。私は確かにすごく霊感が強いわけだけども、この視線は相当気味悪いよ。え、謎の気配。ヘラヘラ。なんかヘラヘラしてんな。なんだこの霊は。男子生徒みたいな霊だけども、自爆霊かね。ヘラヘラ。じーっと見ながら薄気味悪くにやけてるよあれ。でも体育館越しに、あ、そっか、カンタくんのあのスーパー視聴覚能力でこの体育館ごと、なんだっけ、体育館倉庫だっけこれ、あれ、いいんだよね、体育館越しにこの男子生徒が見えてるってことでしょ。めっちゃ目いいんだな。謎の気配どっか行っちゃった。なの驚き戸惑っている男子生徒。彼の名はお茶の水カンタ。特殊な能力を持つ彼は狙いを定めた人物の過去の行動をたどることができるのだ。 A キーを押して謎の人物の行動をたどってみよう。あれだよね、霊感なんて言うんだっけ、なんか残留思念って言ってたよね前回ね。確かめないとね、私の霊感過去 A キーで追っかけて。 OK、 どこに行ったんですか。あ、いいね。こっちだね。あ、上だね。あとはどこ行ったんだ。こっちか。あ、いたいたいた。で、あ、邪魔しないで。どこだろう次。上かな。あ、上だ。ということは、こっちは、え、こっち行ったことないね。こっちは特別科の校舎だけども、普通科の私はちょっと緊張しちゃうよ。そっか、こっちは特別科の校舎なんだ。あー、特別感溢れるね、このステンドグラスだらけの窓。お、1、2、3。ひえー、なんか数えてるよ。1、2、3。朝が窓。やだな、怖いな。あれ、1、2、3。ん？ 1、2、3。 朝か窓か、うん、朝が山戸か、なんだ、朝がや窓かかな。あれ、もしかして依頼じゃないのかね。ただ大変だよ、自爆霊から依頼だなんて、こりゃ一大事だ。収集をかけるんですね、急いで教蔵の前に行くよ。なるほど。あ、え、あれ、ドレミじゃなかったっけ。ドレミと1、2、3があるのか。へえ。じゃあ教蔵の前に行きますか。はい、ここに行こうして。今時ヒヒって笑うやついないよ。またこの迷惑そうな顔してる創立者教像、いや言えない、創立者教像。みんながこれを見てくれたらいいんだよね。さあ私は一足先にアジトに向かおうかね。この壁の向こう、アジトは給湯3階廊下の突き当たりの先だよ。あー、ハゲてる。うわー、
ああ、なんだ、森助くんか。いつもびっくりさせるよね、これ。まるで本物みたいだね、この模型。で、これ、あれだよね、エピソード2だから多分おさらいしてくれてるんだよね、操作方法とかさ、こういう能力があるよ、とか。秋葉くんに変えましょう。秋葉源氏、小倉瀬のリーダー。ありゃ、またか。今度は何だろうね。じゃあ、アジトで、ん?じゃあ、後でアジトに向かうか。アジトへ、今回の依頼は誰が受けたんだろうね。で、これでメグちゃんに帰るんだね。で、校庭へ向かおう。きっと何か起きている。あ、ここが、これあれか、繋がってるんだ。ここから学校に通ってるんだね、みんな。階段多くない?辛くない?はい。ちょ、はい。すぐにアジトへ。呼び出されている。行こう。で、リポリン、リポリン、みんな大好きリポリン。なんか面白いことないのかな、外に出てみよっと。これで依頼の確認をみんながすると。あ、今度はどんな依頼だろう、楽しみね。面白い依頼だといいけど。人変え、秋葉源氏。みんなもうアジトにいるかな。さあ行こう。この鏡の裏に入り口がある。アジトへ、今回の依頼は誰が受けたんだろうね。はい、全員いるね。やあみんな。リーダー、聞いてくださいよ、こんなバカな話。何がバカなもんですか。こりゃすぐ解散ですよ。あー、くだらない。リポリン、リーダーがまだ話をちゃんと聞いてないでしょうに。どうしたのさ、依頼を受けたんだろう。そうなのさリーダー、これがどえらい依頼ときたもんだ。カンタ先輩に寄ってくる依頼人なんて幽霊ぐらいかと思ってたら、やっぱり。そうなんだよね、自爆霊からの依頼がスーッと。解散しようか。ちょっと待ってよ。でさ、どういう依頼なの。カンタの心霊好きも相変わらずだね。自爆霊だと勘違いしてるだけで普通に人間だと思うんですけど。いやね、これは私がさっき体験したことなんだけれども。経験だったね。ああすごい、いい一枚絵だね。一人で歩いていたんだね、私。ああ読めなかった。さっと振り向く、そうするとふっと身を隠す。ボーボーに膨らんだ髪だけが髪からこっちに向かってゆーらゆーら。私もう帰っていいですか。まあまあ。で、私どっか入り口の回廊まで追いかけたの。そしたらば、林の陰でぼーっと耳を澄ましたらば、数えてるんですね。1、2、3。それが依頼だと。そう、やだな、怖いなと思ってさらに耳を澄ますと、カンタの頭上に何かが浮かび上がった。これが考え、ことの葉使用が必要という印だ。へえ、こんなん増えたんだ。ことの葉が必要になった時はこの吹き出しが現れるぞ。すごい親切になった。で、恐るべき呪いの言葉聞いたんですよ、この言葉を。ことの葉ね。で、これだ、朝が山どか。これ朝が山どかだと思うんだけどな。いい当て。朝が山どか、朝が山どかとうめくような声で。それが依頼人の名前。さあね、ありゃ相当怨念こもってたね。さてどうする、この依頼に乗る。降ります。ちょっとリポリン、その依頼人カンタ先輩にしか見えないんじゃないですかね。自爆霊は一般に見えることも多いな。メグは乗るわ、実在の依頼であれば。うん、どうするかな。私も冗談じゃないなら乗ってもいいけどな。じゃあカンタ捕まえてよ、その依頼に。自爆霊よ。
正真正銘本物の人間の依頼しか受けないんだ僕ら。例外もあるけれど。しょうがないね、例かどうかを確認すればいいんでしょうよ。じゃあそれが分かり次第また集合だね。今日はここまで。はーい。いやだな、怖いな。これでじゃあカンタ君で探すのかね。さっきの霊を探さなきゃね。やだな、怖いな。で人替えで源次君に帰るのね。オッケー。メグどう思う？依頼かもしれないわね。カンタ何かキーワードを聞いたようだね。なんだっけ？カンタが聞いたという言葉なんだっけ？琴の葉、居合わせでこっち阿佐ヶ谷窓か。阿佐ヶ谷窓かね。この言葉について調べてみようか。ええ、いいわ。まあざっとでいいんだ、頼むよ。ええ。めぐちゃんの仕事なんだねこれは。源次くんは考えるだけなんだなこれ。やっぱり今回はまた厄介そうだな。お、オープニングが始まるんじゃないこれ。来た。え、なんか前と違うよ。かっこいい。こくらせ。いや、かっこいいんだけど。やばい、源次くんめっちゃかっこいい。かっこいい。怖い、ちょっと怖い。いや、この立ち絵いいね。池袋リホ、リポリン。なんでこんなみんな怖い顔してんの？なんか、悪の集団みたいになってんじゃない？お茶の水、カンタ。あ、でもこのカンタくんは可愛いな。飯田橋メグ。いや、かっこいい横顔。小倉瀬、それは羽里高校普通科2年、秋葉源氏をリーダーとし、あ、ちゃん普通に読めたわ。結構時間があったわ。人知れず高校生活の裏道を歩かねばならぬ宿命を自らに求めた者たちである。へえ。え、読めないよ。うぞうむぞうの依頼人を、ある時は、読めない。策を練り手を変え品を変え依頼人のために整然とする各部隊を用意する小倉瀬に失敗の二文字はない。グラフィックデザインドロミーズ。ゲームデザイン&シナリオガランティエピソード2始まったね。カンタが依頼の言葉を聞いた場所、そこに手がかりがあるかもしれない。その場所はカンタが言っていた。私は彼の発言を覚えている。行こう。カンタが言っていた場所に私は彼の発言を覚えている。じゃあ特別科校舎の前に行けばいいのかな。いや、もう普通科の校舎と比べて確かにすっごい特別な感じしたね。ステンドグラスが窓になってるなんて。でも外見えなくて困っちゃうね。雨降ってるかどうかとかもわからんくない？これ。あれ、話しかけられない。あ、いた。あの教師ちょうどいい。こんにちは、二藤千鶴先生。あら、飯田橋さん、こんにちは。珍しいわね、特別科の方に来るなんて。ええ、そうですね、私は普通科なので。普通科でも特別科でも同じ羽里高校なのに。もっと両科の生徒が仲良くできたらと思うのだけれど。難しいかもしれません、学力レベルに差がありますので。そうかしら、同じ高校生でしょ。もっと交流を深められたらっていつも思ってるのよ。ああ、ごめんなさいね、つまらないこと言って。で、何か用？はい、気になることがあって。はい、気になることがあって。何？先生は知っているかもしれない、あの不思議な言葉。これね、阿佐ヶ谷窓かね、これ。いい当て。阿佐ヶ何？山戸か。阿佐ヶ山戸か。
阿佐ヶ谷まどか。あ、阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷さん。やっぱりね。そういう名の生徒がいるのですか？いるわ。特別科2年、阿佐ヶ谷さん。確かまどかって名前だったわ。彼女人気者よ。明るくて普通科にも特別科にも友達が多くて。そうですか。わかりました。ありがとうございます。いえいえ、って。ねえ、まさか小倉せったら彼女を。それはまだわかりません。審査中です。はぁ、こういう人の思いって強引なのはダメだと思うの。だって恋って。顧問からの貴重な助言としてリーダーに伝えておきます。いえいえ、私は顧問じゃないったら。もういいわ、好きにして。ただし私は巻き込まないで、お願いよ。リーダーに伝えておきます。では。もう。依頼主の狙いが分かった。アジトでリーダーに伝える。オッケー、動けなくなったので、じゃあカンタ君に切り替えられますね。カンタ君に切り替えましょう。さて、じーっとしていると、おそらくやってくるんだ、あいつが。へーら、へーら。ほら、来た。捕まえるんだよ、あの地縛れよ。捕まえる。捕まえたいけど、めっちゃ逃げる。あ、来た来た来た。見たよ、地縛れよ。いやなんかすっげえ気弱だな、この男子も。さくらちゃんみたいだね。さあ、誰に恨みを持ってるの？恨み、とんでも。ヘラヘラ男子。あ、いや、そうじゃなくてだね。ターゲットは誰なの？いや、ヘラヘラ。それよりも、あんたの正体を聞くのが先だよ。ボクサー、ヘラヘラ。私に、何の恨みがあるのさ。いや、だから恨みは。薄気味悪いね、ヘラヘラしちゃって。まあ、こういう顔だから。誰なのさ。日野小太郎さ、ヘラヘラ。ヘラヘラっていうのは多分笑ってるってことなんだよね。おや、その肩についてるマーク、特別科のものだね。そうだよね、これ特化のマークなんだよね。じゃあ小太郎氏は特化生ってわけだ。うん、そうだけどさ、小倉せて君かい。ありゃ、やっぱり人間の依頼だったね。ほっとしたような、がっくりしたような。受けてくれるのかな。さあ、リーダーに聞かなきゃね。返事は後ほど。やあ、さようなら。あた、なんだろうね、あのヘラヘラした特化生は。おう、お前、誰？いえ、なんでしょうか。お前、今特化のやつと話してなかったか？あ、乱暴男子なんだ。いえ、何のことやら。私は地縛霊と話してたんで。あ、行っちゃった。特化のやつがこっちに来てんの見たらぶっ飛ばしてやる。あ、なんでそんな仲悪いの、特化と普通科って。乱暴なやからだね。あんな怖いものもいるんだね、普通科に。うん、なんか落ちてるよ。さっきの日野氏が落とし。うわぁ、なんだなんだ。写真だよ、これ。心霊写真だよ。私の体験をアジトで報告だよ。オッケー、アジトに向かえばいいのね。オッケー。ちょ、相変わらずぬるぬる動くから行き過ぎちゃうわ。で、さあアジトに行くと。はい、さあ、着いた。みんな集合したら話そうに。ウキウキだね。で、メグちゃんに変えて向かえばいいのか。依頼主の狙いが分かった。アジトが言えなかった。アジトでリーダーに伝える。オッケー、向かいましょう。これ歩いた方が引っかからずに早く着くのではっていう説が出てる。
まあ一直線はね楽だけどさ、こうやって。はい、着いた。全員が集合するまで待機。もう集合してるよ。でこれで源氏くんに切り替えるんだね。オッケー。リーダーが先陣を切ってください。さあカンタ、依頼人は人間だったの？人間も人間、ヒラヒラーっとしてて、なよなよーっとしてて、カンタ先輩みたい。まあとにかく実在する依頼人なんだね。名前は日野小太郎って特化生ですよ。おお、カンタ先輩の幽霊話なんてこんなもんですよね。ニヤニヤ。いや、でもですよ、怖いもの落としてたんだな彼が。カンタ、また何か変なもの拾ったのか。で、じゃあ琴の葉、あ、待って、琴の葉だから、待って、琴の葉だからじゃには人変えで、カンタ君に変えてから琴の葉ね。 OK。 これ写真だよ。これ心霊写真だよ。いいやて、これこれ写ってるよ、怖いな。写真？何ですかこれ、女の子の隠し撮りじゃないですか。うわー、心霊写真なのさ。私これ見てドキッとしたね。依頼人が落とした写真に写る人物、おそらくこの女子がターゲットだね。ええ、そうね。ターゲットの名前は？ああ、それは聞かなかったね。依頼人ターゲットのこと何にも言わずに逃げちゃったよ。でこれでメグちゃんに帰るんだね。私は知っている、今回のターゲットは。で、いるわ。特別科2年阿佐ヶ谷さん、確かまどかって名前だったわ。いいやて、阿佐ヶ谷まどかよ。特科2年、二藤先生からも評価は高い。おお、メグもう嗅ぎつけたんだね。特科で人望は厚く、普通科でも人気は高い。特科生としては珍しい位置にいる女生徒。なるほどね、今回の依頼はやっぱり特科方面か。どうする？まあいっか、乗ります。乗るわ。じゃあ決まりだね。あんなヘラヘラしたのが成功するのか、私には疑問だね。何ですか、カンタ先輩が持ってきたんですよ、しっかりしてくださいよ。はいはい、ちゃんとやりますよ。よし、依頼を受けよう。じゃあ調査を始めておこう。カンタ、まどかさんの様子を探って。いい、私が近づけるのがね、特化生に。まどかさんは普通科でも人気あるらしい、大丈夫さ。あ、そうだ、報酬はどうします？そうだね、もうすぐ文化祭も近いし、文化祭開催中の僕らの飲み食い代を全部持ってもらおうすげー高くつきそうだね。あ、いいですね。そう、リポリンってたくさん食べるよって書いてあったよねもう大変なことになるんじゃないの、額が。メグ、これならいいだろう。ええ、よし、頑張ろっと。私も早速動こうかね。で、いなくなっちゃったね。私、行ってくるわ。ああ、頼むよ、いつも通り。これね、あれでしょ、胸像にハゲ面でしょ。 OK、やりに行きましょう。これをやるのがメグちゃんの仕事っていうのがちょっと面白いよね。こんななんか無口なっていうか、自分を隠しているミステリアス系少女がさ、胸像の前にいたずらしてるんだよ。あ、またこれか。見てない時に。あ、もう今見てないね。オッケー。これ。オッケー。いいや、手。さあ、ここから？ごきげんよう。ちゃんと挨拶はするんだね。で、ハゲヅラになりました。あれ？いちいち外れちゃうんだこれ、残念。これでいい、校舎内へ。今日の私の役目はこれで終わり。オッケー。人変えで日野小太郎。あら、ちっちゃいね、なんかね。話によると胸像に返事があるって、行ってみようか胸像に返事ってどういう意味だろうね。うん、ずっとヘラヘラしてる系男子ね。オッケー。はい、あ、ちょっとしこうハゲヅラ。うん、こんなんだっけ、いつもより意向が強いような。
創立者胸像にハゲヅラ、それは依頼引き受けの合図である。ああこれこれか、メッセージが残ってるらしいな。うん、持って帰るべきなんだよねこれ。一方その頃、すぐにメグが返事をしに行くだろうね。でその間私はターゲットの観察と、ターゲットの窓か城、窓か城じゃね、窓か城が特化だってさ、特化に行くの日がき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 かもね。特化に行くの気が引けるね。まあちょうど今は下校中、正門あたりで待ち伏せってのが最善手だと思うんですけどね。私はね、ちょっとセリフが違うね。最善手、最善手、最善手だと私は思うんですがね。じゃあ正門に、正門に、正門に、正門に。今もうどっちが正しい言葉なのかすごいわからないままセリフを読んじゃったから、正門でいいよね。じゃあ正門で、ここかな正門は。はい。お、あれがターゲットは佐賀山岡だね。ん、こんな子なの？なるほどね。どうしようかな。あ、武蔵。お、窓かか。あ、これ乱暴男子じゃないの？今帰り？一緒に帰ろうよ。やだね。まあまあ、帰る方向同じじゃないの。ふん。おら、どけよ、とっかせ。武蔵、乱暴な言い方しない。んだよ、窓か。武蔵、なんであんたはいつもそう、そぼ、そぼ？ちょっと待って、鼻かませてください。はい、鼻かむついでにトイレ行ってきました。あれ、どんな声でやってたっけ？もう忘れた。武蔵、なんであんたはいつもそう、そぼなの？難しい言葉はわからんね。俺、特化生じゃねえからさ。あんただってそんなに頭悪くないでしょ、羽里にいるんだから。羽里普通かな、バカの方の羽里だよ。あんた特化に突っかかりすぎよ、もっと仲良くしなさいよね。あん、特化が普通かをバカにしてんだろうがよ。そんなこと、ほら見ろ、お前の心当たりあんだろうがよ、特化の連中の態度がよ。だからってあんたまでそんな態度取ることないじゃないの。うっせえな。みんな怖がってんのよ、どっかじゃなくて普通科の子たちがよ。武蔵さ、乱暴なとこはあるけど昔はもっと優しかったじゃない、どうしたのよ。うるせえよ、俺に構ってんの見られたらお前らドロロロロ噛んじゃったよ竹蔵、ごめんな。ごめんな竹蔵。うるせえよ、俺に構ってんの見られたらお前も悪く言われんぞ。あら、私はそんなの気にしないわよ。俺が気にすんだよ、あっち行けよ。ちょっと武蔵ってば。ふん。もうここでくっついちゃえばよくな。そっか、小太郎くんこの子のこと好きなのか。でもこの竹蔵くん、竹蔵くんじゃねえよ、武蔵か、ごめん竹蔵って呼んじゃった。武蔵って言ってたね、ごめん。武蔵くんか。武蔵くんとまどかちゃん、すごいなんかお似合いのカップルに見えちゃうけどな。おやおや、これはこれは、武蔵というかいう野獣、まどか城のお気に入りなのかね。野獣呼ばわりか。複雑な関係を保ってるわけだ。しかしこれ厄介なことになったよ。こりゃえらいことだよ、早速報告だね。カンタ先輩どうでした？大変だよこれ、今回のターゲットもう付き合っちゃってるのさ。じゃあ告白なんて成功するわけないですよ。そうなんだよね、どうするのかね。で誰と付き合ってるんです？なんか小太郎氏とは正反対って感じだね。どうすんだろう。なんか左に誰か通ってったね。あの二人どういう関係なんだろうね。仲良さそうな、悪そうな。リーダーに相談してきます。あ、リポリン、リポリンが関わるとトラブルばっかりって。あ、リポリンがあの二人別れさせてくれないかね。謎の女子生徒、お、これ
前回の最後に出てきた人じゃないの？許せないって言ってた人。リポリンがリーダーに言ってなら私はもういいか。じゃあ人変えでリポリンに変えましょう。リーダーに相談、まあなんとかしてくれるでしょ。あ、なんだ。あ、魚住先生だ。特化の先生。早いとこ処分しちまわないとな。あ、なんか鼻でっかかったね。マリオみたいで可愛かった。何焦ってるんだろう。まさか何かいけないことを。追っかけてみようっと。あれ、報告は。魚住先生を追いかけよう。なんか宝箱持ってったね。はい、こっちか。こっち行ってないね、まだね。これなんだろう、ここは。ん？こっちにも行けんのか。こっちは行けない。こっちか。お。ありゃ、何ですかそれ。大きな箱。お、古い道具入れなんだが。何が入ってるんです？死体？魚の飼育を、ん？魚の飼育の道具をいろいろ入れてたんだが、もういらなくなって、捨てようと思ってさ。もったいないな。綺麗な箱なのに。これかさばるし、蓋が壊れてるから新しい棚を買ったんだよ。壊れてるんです？この箱の蓋、一度閉めると勝手に鍵がかかるんだ。安全じゃないですか。ところがだ、鍵を箱の中に入れちゃってたもんだから開かなくてさ。うわぁ、ドジだ。幸い箱は空だったんだけどな。開かない空箱なんて。そりゃ役立たずですね。だろ？だから捨てようと思って。この箱を粗大ゴミ置き場に持ってきたんだ。お、これ重要じゃない？この箱、粗大ゴミ置き場に持ってきたんだ。文化祭で出るゴミと一緒に捨ててもらう。ふん。おっと、もう戻んだきゃな。じゃ。かわいい先生だね。行っちゃった。すごく重そうな箱だけど、ここまで持ってくるの大変だったろうな。あ、こんな時間、帰んなきゃ。あー、ちょっと。リーダーに報告は？翌日。なんだっけ、なんか忘れてる気がするんだよな。忘れてる。何かしようって思ってたんだけど、面白いこと聞いたんだけど、なんだっけな。これで琴の墓、居合わせだよね多分。こっち、これ、これじゃない？あ、違った。そんなこと聞いたっけ。いえ、もっと面白い出来事が。先生を追いかけて。あ、先生を追いかけての方か。これ違う、あれ？ん？こっち？文化祭で出るゴミと一緒に捨ててもらう。あ、これなんだ。そうだそうだ、箱、あの箱、ちょっと調べてみたいな。調べみたいなになってる。粗大ゴミ置き場に見に行ってみよう。待って、源次くんに報告はちゃんとしたの？リポリ大丈夫？帰んなきゃって言っちゃったけど、忘れてない？だってカンタくんはだってもういいかってなってる。誰？この校舎の渡り廊下の下を抜けた先にゴミ捨て場が。お、誰かが向かったね。ん？不審者？ゴミ捨て場で何やってんだろう。近くに行ってみようかな。物陰に隠れてっと。お、ちゃんと隠れてる。ほら、誰もいねえよ。来いよ。猫？餌持ってきたからな。なん、武蔵いいやつじゃん。ごめん、竹蔵とか言って。私多分これからも間違えるかもしれん。あぎあぎ。猫が食べてるね。がっつくなよ、マロ。マロ？猫の名前？マロよ。俺以外に見つかんじゃねえぞ。俺が世話すっからや。じゃあな。あ、まずい。オッケー。隠れてね。行った。猫の世話してるのか。怖そうな人だったけど誰なのかな。猫に餌をやる怖い人誰だろう。で、これで動けなくなった。お、はてなはてなはてな。予想、これは武蔵です。あ、当たりです。やりました。あ、違ったわ。あれ違う、あれ誰？お、去ってったね。去ってったわけじゃないのか。目白めぐみ先輩、入りなさい。
新キャラが2人も出てくるとは思わんかったな。どうしようかな、これ。新レッドライナーズ、新橋ユラ、参りました。ご苦労様、ユラ。お姉様、まさか小倉瀬が。そう、動き出したのよ、秋葉源氏。また、ギリ。お姉様、どうしましょう。奴らの出方を探るのよ。どうやって人、読めなかった。人心を惑わせているのかかな。はい、お姉様。こくらせ、運命の赤い糸を絡ませ、ねじ切る邪悪な集団。奴らを止められるのは私たちしかいない。私たち、新レッドライナーズだけが本来あるべき赤い糸を守れるのよ。なるほど。これは武蔵とまどかの恋心を無駄にしたくないって思っている集団。二人組かな？どっちだろう。いや、声変えようかな。ゆらちゃんの顔的にちょっとこの声じゃない気がする。はい、お姉様、その通りですわ。分かっているでしょうけれど、私たちは誰の中も取り持っ、ん？私たちは誰の中をも取り持ってはならない。はい、運命の赤い糸は触れてはならぬ神聖なる絆、心得ていますわ。結構。さあ、行ってちょうだい、ユラ。はい、お姉様。うん、こっちの方がしっくりくるわ。こっちでやる。秋葉、今度こそは。小倉瀬、秋葉。この目白めぐみちゃんが秋葉源氏くんのことを好きになってくれるとちょっとなんかいいんだけどね。とかすごい先読み展開をしてしまうんですけど、じゃあ人変えで、あ、これで見れるね。新レッドライナーズリーダー目白めぐみ、特別化2年、ユラより大きくなると信じている。あ、ちっちゃいんだね、こっちのめぐみちゃんは。ユラちゃんが大きいんだ、身長が。運命の赤い糸を信じている。守るべし。うんうん。憎めないタイプ。頭良い。気が強い。純真。白眼鏡。ポニーテール。ウェーブ。大きい。ポニーテールはウェーブしてて大きいってことか。で、とても小さい。うんうん。身長が小さいってことね。で、辛いもの好き。オッケー。で、人変えしようか。源氏くんに。あ、結構な身長差だね、これね。で、どうすんのさ。何が？あれ、リポリン行ったんだよね。え？あ、忘れてた。ちょっとちょっと、大切なことでしょうに。どうしたの？阿佐ヶ谷まどか付き合ってんのさ。まあ相手との仲は複雑に見えたけどね。え、そうなの？武蔵とか言ってたね。ああ、立川武蔵。いや、大丈夫だと思うよ。え、知ってるんですか？武蔵くんは僕と同じ学年。女っ気はないんだ、まったく。でも窓か城と一緒に歩いたりなんかしちゃったりして。そうか。まあ大丈夫だと思うけど、警戒はしないとね。で、どうしようね、依頼人の告白は。狙いは文化祭ダンスパーティー。まあ、文化祭の締めにキャンプファイヤー囲んで踊るあれ。あれに彼女を誘ってもらう。ダンスパートナーとしてね。おお、それで？ダンスパーティーでもって？いや、誘うだけでいいんだ。え？踊ってりゃどうしたって告白することになるしね。でも、ダンスパーティーへのお誘いって告白じゃないですよ。ダンスへの誘いは告白と同義よ。依頼人納得しますかね。今回の依頼人は優柔不断だけど、ダンスに誘えばさすがに覚悟を決めるだろう。それに意義はないけどもね。誘わせるいい手でもあるの？そうですよ、あんななよっとした人、まどかさんが OK するはずないですよ。だからまず彼にまどかさんにお近づきになってもらう。おお、どうやって？二人を文化祭の準備実行委員にするのさ。まず一緒にいる環境を作る。ああ、なるほど。まどかさんはとても面倒見のいい人のようだ。頼まれたら嫌と言えないだろう。小太郎さんは嫌がるでしょうけどね。小太郎くんは強引にやってもらう。
まどかさんの方は、そうだな。まどかさんを動かせそうな人、誰かいるかな。これは、千鶴先生じゃないか？間違った。自分のじゃなくて、こっち。阿佐ヶ谷まどかよ。評価が高いと。ニトロじゃねえよ。ニトを千鶴顧問に動いてもらおう。ああ、特化の先生ですもんね。うってつけですよ。カンタ、小太郎くんに実行委員に立候補するよう言ってほしい。あいよ。リポリンは千鶴顧問に近づいて実行委員の状況を聞くんだ。はーい。メグはターゲットのまどかさんの様子を探ってもらいたい。ええ。本音を言えばその環境でさっさと告白してもらいたいけどね。そうなったら楽勝ですね。まあそう簡単にいくかはわからないけどね。とりあえずみんなに任せて、僕はちょっと外に用事が。なるほど、外に行くのか。オッケーオッケー。どこに向かうんだろう。まずじゃあ校舎の外に出ればいいのかな。ティンティンティン。このさ、一人一人キャラクターによってさ BGM が違うのがいいよね。用事っていうか腹減っちゃって、売店に何か買いに行こうかな。なるほど、用事じゃなくてただ腹ごしらえをするだけね。まあ、腹ごしらえも立派な用事ですよ。あ、秋葉くん。これタマちゃんでしょ。あ、違うの。誰だっけ。あれ、あ、いいのか。大丈夫よ、今は誰もいないわ。あー、思い出した、放送部の代々木タマさん。あー、なるほど、普段は他人のふりをしてるんだ。で、仲良くもない、なんか関係も全然持ってないみたいなふりをしてて、こういうね時にはちゃんと話すっていうな。なんだこのなんか、あー、ちょっと、あー、あー、言葉にならないね。こういうさ、私言葉にできないオタクなんですよ。困るよね、こう言葉にアウトプットできたらすっごいいいのにさ、こういうなんかもどかしいわ、このいい関係ですねってしか言えない。わー、すごい。横に並んで喋るんじゃなくて、こう背中合わせで、しかもちょっとずれて、すぐね、人が来たらすぐ他人のふりができるようにしてんだ。いや、やばい、この関係ちょっとエモい。最近どうなの、あなたたちの活動。まあぼちぼちだね。ということは依頼を受けてるのね。依頼人は、ターゲットは。僕は何も言ってないだろう。はいはい、あのさ、もし特化の人だったら情報屋の私が役に立つわよ。タマは僕と同じ普通科じゃないか。ところが私、今ある事情で特化と普通科を行き来自由なの。私だけじゃないけど。あ、そう。タマは普段から特化に忍び込んでるみたいだけどね。で、どうなの、今回は特化の人。文化祭実行委員人事。おっと、これ以上は言えないね。まあいいわ、私も協力してあげる。ただし報酬をちゃんとくれればね。ジュースか、タマ飲みすぎじゃないか。そんなことないわ。秋葉くん、今までの報酬のジュース何本貯めてると思ってるの。あれ、まだ完済してなかったっけ。もう以前の分はも、ん、以前の分は待っててあげるから、今回協力分はちゃんと忘れずに持ってきて。協力が必要ならそうするさ。そう、困ったら新党2階の放送室に来てね。タマちゃんはしっかり報酬を払う人の味方。しっかり報酬を払う人の味方。なるほど。ということは、その特化に行き来してる時に、その目白めぐみちゃんがちゃんと報酬を払っていれば情報を渡している可能性があるね。秋葉くんの情報を渡しているんじゃないか、もしかして。情報や玉、まあ頼りになるけどね。さ、すぐそこの売店で買い物。おお、おばちゃん、はーい、いらっしゃい。そうだな、たまにジュース、いや、やめた、菓子パン4つください。あいや、パン4つ。ま、たまは待っててくれるからね、なんだかんだ文句は言っても。わあ、これであれじゃない、手のひら返しされちゃうんじゃないの、ちゃんと報酬払わないから。みんなの働きに期待しようか。僕はちょっとおやつ休憩。いや、わかんないけど、
これ私の深読みのしすぎかもしれないけど、じゃあリポリンに変えましょうかね。さあ、私は二藤先生のとこ、どっかの職員室にいるかな。じゃあ、どっかの職員室に向かえばいいんだ。職員室ってどこだろうね。まだ校舎の中には入ったことないから。わからないに。向かいましょうに。こっちだよね。で、この人に話しかけたっけ。この先は特化か、特化かって言っちゃった。特別科の入り口よ。覚悟はできて。何その偉そうな感じ。ここ、うん、そこにいる女子さ、偉そうだよな。確かに成績はいいけどさ。あ、そうなんだ。なるほどね。こっちは違う。こっちが校舎か。お、誰ですか。あ、小太郎くん。俺、特化に入って後悔してるよ。あ、後悔してる男子がいる。小太郎くんがいるね。あー、待って。ここからずっとまっすぐ行くと職員室。水槽のある中庭のもっと奥。二藤先生に会わなきゃと。へえ。すごい。いい校舎ですね。これは先に進みましょうかね。で、これが水槽かな。で、奥に行こうと。あ、いたわ、いたいた。はいはい。先生、先生。あれ、なんか嬉しそう。私、文化祭を盛り上げたいなって思って、ちょっと張り切ってるのよ。それでそんなにウキウキしてるんですか？え？そう見える？なんか、先生って先生っぽくないですよね。生徒みたい。喜んでいいのかしら。いえ、きっとダメね。教師の立場としては。でも池袋さん、私だってあなたたちとそんなに年は違わないのよ。そっか、若い。新任教師って言ってたもんね。で、どうやって盛り上げるつもりなんです？準備をしっかりしたいの。だからその責任者に立候補したってわけ。新米なのに大丈夫なんですかね。大丈夫よ。実行委員の子たちもしっかりやってくれるでしょうし。あ、そうだ。実行委員って誰なんです？立候補してくれれば誰でもなれるわよ。やりたがる人はあまりいないけれど。そりゃいないでしょうね。人手不足だから先生方にも推薦をお願いして今まとめてるところよ。うわぁ、推薦された人かわいそう。別に無理にやらせる、めっちゃ噛むね今日ね。ごめんなさい。別に無理にやらせるんじゃないわよ。ちゃんと私が頼みに行くんだから。そうなんだ。まあ二藤先生が相手なら頼まれても断りやすいですもんね。断ることが前提なのね。で、先生が今見てるのが推薦された人のリストなんだ。いい人います？チェックはこれからよ。でもいろいろな人が関わってほしいわ。ねえ、魚住先生は誰にしたんです？実行委員の推薦。お、推薦？ああ、忘れてた。すいません、二藤先生、すぐ出します。ああ、いえ、ご迷惑おかけして申し訳ありません。本来は自発的にやってくれたらいいんだけれど、どっかの子も普通科の子も。この機会に普通科と特化の交流の機会も増やしてくれればいいわね。それはどうでしょう。交流委員って役もあるのよ。特化と普通科からそれぞれ選ばれるの。あ、それがたまちゃんかな。その人たちが交流するんですか？何するんです？交流委員はそれぞれ相手の課に出張して、そこの委員たちと一緒に活動するの。大変そう。そうね、誰もやりたがらないけど大切だと思うの。ぜひ誰かに頼んでやってもらうつもりよ。あ、もう行かなきゃ。そう、実行委員をやりたかったらぜひ立候補してね。しませんけどね。じゃあ。あの子いつもはっきりしてるわね。実行委員をやりたがる人少ないのか。どうやったらやってくれるんだろう。先生からの推薦って手もあるな。魚住先生まだ推薦出してないんだっけ。あ、そうだ、ひらめいた。推薦の紙に名前書いちゃおう。うん。まずはここに魚住先生をおびき出す。先生が大事にしている魚水槽に。水槽に気を取られてる間、私が先生の机まで行って名前を書いちゃう。完璧、よし。え、何それ。失敗の許されないミッション。左上の現在位置表示が真っ赤になった。これは失敗するとやり直しになってしまうイベントが近い印だ。セーブをして慎重に行動だ。 OK、 じゃあセーブしましょう。じゃあセーブして今日はこれで終わるか。結構長い間撮っちゃった気がしますね。楽しくなっちゃった
じゃあご視聴ありがとうございました。次回は魚住先生をおびき出すところからです。おつぴよでーす。